<あ>皆さんこんにちは人生生年時代生き方改革提唱者のマダムホーですえさっきちょっとやってたんですけどなぜかあの iPhone の具合が悪くて途中で切れちゃいましたので多分もう一度これでやり直しさせていただきたいと思います。今日は特にビューティーキャットじゃないんですが久しぶりにこの猫ちゃんが出てきたので私はやっぱりこれが一番好きということでさせていただきます。はいといととうことで 生き方改革提唱者のマダム・ホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳ままででバリバリリ現役で働く世代となりますそのためにも今から人生設計やり直しましょう。ということで今日皆さんにこの聞きたいのは「今でも日本はお茶組みの文化がありますか?」ということなんですね。 で私の時代は、まあ、昭和生まれですけれどもあの私の場合は高校から大学院までがアメリカだったので,で皆さんご存知のように最初病院勤め医療従事者なんですねで病院勤めをしていましたこれはアメリカの病院でそれで実家の父が病気になって介護貧乏、まあ、病院、えー、と介護離職をしてアメリカの病院をクビになってそして介護貧乏になったきっかけで このビジネス投資の世界に入ったわけですで、その私が介護貧乏になって病院勤めをクビになった時に拾ってくれたのがある日本を代表する大企業の多国籍企業だったんですねで、そこのまあアメリカ本社の えーまあ、現地採用ですねあの日本の皆さんがあの外資系企業の現地採用と同じ感じで私は逆のパターン日本企業のアメリカでの現地採用ということで入りました。で当時はは日本国内では 女子ののおっっていううはあったと思うんですがアメリカの日本企業はなかったんですね、まあ、そのアメリカに進出している日本企業でもピンからキリまでありますからやはりそのマイナーなところっていうのはそのまま日本の文化を持ってきてセクハラとかパワハラとかで訴えられてるんですがやはり日本でもあの大企業になるとやはりその辺はちゃんと社内にも弁護士がいてアメリカの労働環境とか労働法をきっちりと まあできるだけけ駐在員に教え込むわけですよ。で、そういった時で私の時代はすでに日本のお茶組っていうのは「あのドクター X」のドラマと同じで「あのそれは私のこう労働契約に入ってないからいたしません」っていう感じのお茶組を女子がするっていう文化は えー、私が大学院を出た時からアメリカではそういうのは女子の仕事とかって言えないもう社会になっていたわけですね。 お茶を飲みたいい人は自分が勝手にやりなさいだからそのために企業としてはあの社員用の休憩所ブレイクルームっていうのがあってそこで、まあ、無料のコーヒーマシーンがあるから自分で勝手にコーヒーをするもしくはお湯があるから自分で日本茶とか紅茶が欲しかったらティーバッグをするということで「誰々さんコーヒー入れて」っていうのを上司が部下に言えないのがもうアメリカだったんです。 で今日何ををそれをなぜこの話を取り上げたかっていうと別にその日本のお茶組み反対とか良くないとかいうのが目的ではなくって今これお金の基礎知識今日13日目なんですけど今の時代は皆さんが丸止めまるでドメスティックですよねまるでドメスティックなあなたでもやっぱり今の時代幸せなお金持ちになってお金を作ろうとすると もうどうしても海外との取引がないと多分やっていけなくなると思います。例えばこう日本のね過疎地ど田舎何にもないまあ何にもないというかあるんですけど、そういった人たちがこの先細りの産業ですよね。でそこをなんとか村おこしをしたいってどうするかっていうと例えばジャイカとかえっとジェトロですねジャイカじゃないジェトロジェトロジェトルとかと一緒になって貿易振興 教会と一緒になって欧米とか東南アジアの食品市に出ていくわけですよ。で、そこではジェトロがやっぱりこうジャパンパビリオンとかジャパンコーナーということでこのある一角をこのドーンと取っててくれて、そこにいろんな日本の地方の特産物、まあ、例えばなかお味噌とか日本酒だったり。 あのなんか,分かりませんけどねそういうものをそこでやって海外の人に食べてもらってなんとかこれを海外に売り込もうなんかその竹細工とかこう日本だともう廃れた産業なんかこう鉄瓶とかそういうのも海外に持ってきて売ろうっていうことをするわけですね。ですから今の皆さんはグローバル国際感覚を持っていないとやっぱりお金持ちになれないサバイバルできないっていう今日はこの お金の基礎知識について話をしたいいと思いますお金の基礎知識を話すのは入ってするほどいっぱいいますよねファイナンシャルプランナーとか投資アドバイザーとかでも彼らが言えることと私でしか話せないネタっていうのはあるわけでやっぱり私はこうやってアメリカ先進国でずっとやっているあとまあ,あの東南アジアの駐在経験もありますし例えば中国で最初の高速道路の開発にと あの携わったた夫もいたりとか、まあ、そういうことで普通の人では見えない視点からのこのお金の基礎知識っていうのを話をしていまして今日のテーマはやっぱり日本のの常常識識はは世界の非といいいうことを皆さんには知ってもらいたい特に男の子を持つお母さんもしあなたに息子がいたら是非今日の話を聞いて息子を国際的に育てていかないと。 ダメなんですよあなたの息子はちょっと苦労する未来が待っているということをお話したいんですね。でまず今日これねこれなんですけれどもちょうど今日本は3連休ですよね。なんであの1月あっごめんなさい9月の来週の月曜日24日っていうのが実は15円のお月様の日なんですよ。そうすると中国人中国国人 中国圏家境の社会っていうのは、この九州の名月をお祝いする中、秋節中の秋の節分の節ですね。節句というものをあの祝います。で、これが中国風の月餅饅頭なんですけれどもまあ、これもこういう風うになってるのは実はこれ。あの典型的な広東。 香港式なんですねで台湾の月平まんじゅうでちょっとこう白くてこういう丸い形をしているんですけれどもでこれを私も昨日わざわざロサンゼルスの中国人街のベーカリーに行って買ってきましたでこうやって大抵今のこの4つがこうやって入って四角いケースに入っているんですねでこれを中国系の人たちはどうするかっていうと家族で分け合って食べるんですよ やはりこの今のシーズンになると仕事関係の人たちにもこのカンカンに入ったまあこれこうですよねこういう感じでこれを仕事で取引をしているところまたは普段お世話になっている人たちにまあ日本でいうあ,のあれ何ですかお歳暮とお中元みたいな感じで中国人同士華境とっていうのはこれを 交換す、まあ、するんですねいつもお世話になっている仕事をもらっているっていうことでこれをする。でこれをいっぱいもらってきてどうするかというとまあ食べるから糖尿病になるんですけれどもこれをねちゃんとこう切り分けて家族で食べるんですよ。こうやってはいこれ4つ入ってるからはい4人家族1個ずつとかじゃなくて切り分けて食べる。やっぱり家族ででお、まあ、お月様15円のお月様様円のをを見なながらこれをみんなで 食べるっていうのが華僑とか中国系のお月見なんですねでここでの知ってほしいことは切り分けてあとお茶を継ぐのは男性の仕事なんですよ日本だったらなんかお母さんがお団子買ってきてお母さんが小皿にめい,めい皿にお団子やってあのお茶もお母さんがみたいな感じありますけど中国 県では例えば食事の時この円卓テーブルをやりますよねやっぱり男性がお茶を配るんです、ね、こう周りを見ていてあのティーカップ湯飲みにお茶が減ってくるとやっぱり男性がする女性はしないそれとかアメリカ欧米とかっていうともともと西洋人は肉食ですよねそうするとよくこうクリスマスとか感謝祭とかお肉の丸焼きあるんですね。 とか、まあ、ステーキ。あと、今バーベキューですよね。夏には必ずバーベキューやるんですが、あのバーベキューを焼くっていうのも男性の仕事なんですよ。まあ、多分、それ、はやっぱり昔から狩りをする狩猟民族だったから。こう、男性があの恐竜とかマンモスとかをやってきて、それをさばいて、こう焼いて、男性が家族に切り分けて食べさすっていうのが、それが多分男性の役目。日本だと、なんか漁師さんとか。 取るのは男性だけであとなんかさばいて料理をして出すのは女性みたいななってますけど欧米とかは全部男性の仕事なんですね。それであともう一つここなんです今日なぜお茶組みの話をしたかっていうと日本っていうのは何かお食事の席例えば何かの懇親会とか親睦会とか二次会とかってあるとやっぱり女性がこうテーブルについてる人を継ぐ それとか私すごく嫌なのは焼肉に行ってあの各自お肉の焼き加減とか食べたい時の感覚とかって各自好みが違うでしょそれをやっぱりそのすき焼き屋さんとか焼肉屋さんに行くとあのウェイトレスがしなくって。 そこにテーブルにいる女性がこう焼いてあげるすき焼きを作ってあげるとかそういうのがあってすごくあれ嫌なんですね私やっぱりお肉の焼き方とかそれぞれうんちくがあるからあんまりしょっちゅうあのひっくり返されるとすごく嫌なんです片方焼いてもう片方焼いたらすぐ食べるっていうのが私流なのでできれば本当に一人分ずつの七輪かなんかがあって自分の肉は自分で焼いて食べたいぐらいに思うんですけどだから何を言いたいかっていうと。 やっぱり今日今からお金持ちになりたい人は都会にいても田舎にいてもとにかくグローバルグローバル市場に打って出なきゃいけない世界を相手にしなきゃいけないそのためには日本の常識世界の非常識っていうことでお茶組みをしないでほしいんです女性は。 これはなぜかっていうと私も本に書きましたけど日本人女性っていうのは世界中のの男性からら見たら高嶺の花なんですね。その高値の花である日本人女性がまるで求人,人もしくは水商売の女性のようにテーブルにいる周りの人間にお茶をお,お茶っていうかお酒 その日本酒でもワインでもお酒を継ぎ回るとかまるでワイトレスさんのようにすき焼きを作るとか焼肉をやってまたそのご丁寧に相手の取り皿に入れてやるとかねそういうインターナショナルな場で日本人女性にそれをしてほしくないっていうのを今日私はどうしても言いたいわけです。もう日本本人女性は本当マダ,ムマダムですから 何にもししないででとしてるんですね。揚げ銭末銭にっこり笑ってうふふとてやってるだけで周りの人がしてくれるそれからその、まあ、文化の違いですけど西洋とか肉食の文化であればお肉を切ったりお肉をさばいたり料理をしたり、まあ、バーベキューとか切り分けたりお皿に盛りるのは男性の仕事です。 そしてまたヨーロッパととかか、まあ、ハイソサイティとかもちろんそ給仕人にソムリエとかウェイターさんがいるんですけどそうでなければそこのテーブルにいる男性がたとえお水あのスパークリングウォーターとかミネラルウォーターああいうお水でもワインでもビールでも継ぐのは男性の仕事なんです。 そしてまた中国系、あの世界の人口の3人に1人が中国系ですから、まあ、皆さんもどっちかっていうとアジアだから中国系華僑を相手にビジネスとかするのが多いと思いますが中国人がいても中華料理の円卓テーブルでもこんなテーブル回してねはい取り皿に女性は絶対してはいけません日本人女性は絶対してはいけません高値の花なんですから全部あれは男性の仕事です。 中国茶のポットをこうやって、あの入れて、お茶を配るのも男性の仕事です。どちらかというと、そのお金を払う。あのほす、あ、なんていうの、主催者側。招いた側、お金を払う男性の仕事なんですよ。いいですね。まあ、そういった意味で、あの、美恵子さんとか、お嬢ちゃんなんですけど。これを聞いてるあなたが、もし息子がいるのであれば。絶対に息子を甘やかさずに。 日本式に育てると海外社会に国際社会に来て何にもできないバカな息子になっちゃいますからあの本当にあなたにもし息子がいるのであればできれば日本のインターナショナルスクールとかできればスイスのああいういいかもしあなたのおが裕福自分は富裕層だと思うのであればぜひ息子ちゃんは外国の全寮制の学校に入れてそういうジェントルマン 紳士としてててのマナーを身につけささせてやってくださいね女性がいたらさっと荷物を持ってあげるドアを開けてあげるその同じテーブルのとこにいたらやっぱり自分がお酒をついであげる水をついであげるウェイターさんに呼んで何か注文をしてあげるそういうのは全部男性の仕事なんですけどやっぱり今の。 中年のの日本人の男性までは悲しいかな多分専業主婦のお母さんが暇で何でもかんでもやってやると男の子ってぼーっとして何でもやってもらって当たり前みたいなあれで育っちゃうんですねだからそういう男性性と結婚した女性は不幸ですだからやっぱりもしあなたの息子が離婚したとかっていうのであればそれはあなたの育て方が悪かったあなたが甘やかしすぎて何でもかんでも息子にやってやったから 息子が気が利かない男になってこう結婚できないとかねこう女の人の,あの気持ち、まあ、思いやりがない思いやりがない男になってしまったみたいなそういうのですごくあれ母親の責任なんですよどうやって息子を育てるかだからやっぱりこれからの時代は国際化グローバルな時代です。 なのでそういうグローバルの中で日本人男性っていうのはすごく価値が低いんですねやっぱりあの気が利かないで選ばってるとかそういうことがあって多分日本人男性と韓国の男性が一番人気がないんですよねでもう全てが競争ですからやっぱりいい女性を手に入れようと思ったら 日本人男性の場合には世界中の男性と戦わなきゃいけないわけですね例えばイケメンのイタリア人の男性なんかはもう女性を見たら褒めることがマナーだと思ってるだからそういう褒め上手なイタリアンの男性にもう日本の女の子はホワーとかでなってしまうわけですしやっぱり過強の男性もすっごく優しいんですよね過強っていうのはあの 韓国日本と違って女性をすっごく大事まあもちろん例がありますけどだからやっぱり私もアジアだったら華僑の男性はすごくおすすめとかって思いますしまあそういうろいろな国のいろんな男性たちがいてその中であなたの息子あの日本人男性はこれから素敵な女性と結婚するために戦わなきゃいけないまたお金を儲けるために戦わなきゃいけないだけどそのお金儲けにしてもそういう海外のマナー 特にこの食事とか男女間のマナーですよね。お茶組みを女性にさせる、それを平気でさせるとか、女性に平気で荷物を持たせて自分は手ぶらで歩いているとか、そういうことをあなたの息子になるように育ててしまってはダメなんです。そうすると息子がグローバルでお金持ちになれないということは、親であるあなたが、 老後は多分貧乏になるということですよねあのいつも言いますよね一割の人は自分の生活で悠々自的の生活ができるでまた次の一割の人は子供とか親戚が成功してお金があってそのお金で生活ができるだからあなたが息子をどのように育てるかによって特にこれからグローバルの時代でグローバルに通用するように息子を育てていないと息子も結局結婚もできない もらえてもらえてがない男。男っていうか女の子にモテない。そのグローバルな女性にモテない。そしてお金も稼げないというと、息子が貧乏で、あなたも結局息子に養ってもらおうとかと思って。そうすると、あなたも下流後の残,残り8割の下流老人になるということなんですね。まあ、そういった意味で、今日はお金の基礎知識として。女性にお茶汲みをさせない。この日本は一応アジア一の。 一等国でこうやって世界第3位の経済大国だと言いながらマナーとか食文化っていうのはまだまだ低いんですねレベルがそのなんか昔の封建時代の秘きずってだから日本人男性は持てないと <laughs> いうことがあるだって結婚したくない国のだこうトップとか2位に出てくるのは日本人男性ということなので是非息子さんがいる方はあの本当に 宣伝された紳士になるように息子をビシバシとしつけしっかりしつけをやってくださいねはいではそういうことですでは皆さんまた明日ごきげんようさようなら